メトトレーダーは外国為替証拠金取引投資家が利用する電子取引プラットフォームであるメタキッズソフトウェアによって開発され2005年にリリースされたソフトウェアはクライアントにソフトウェアを提供する外国為替業者によりライセンスされておりクライアントとサーバーの両コンポーネントで構成されているサーバーコンポーネントは業者が担当し クライアントソフトウェアでは顧客が価格とチャートを表示し注文やアカウント管理を行う。マイクロソフト Windows ベースのアプリケーションであり主にエンドユーザーが独自の取引スクリプトや取引を自動化するプログラムを実行できることから人気が高まっている。2010年にメトトレイバー号をリリースしたが普及が鈍く2013年4月時点でほとんどのブローカーは MT4 を引き続き使用していた。MacOS 用は公式提供はしていないが、一部のブローカーは独自開発した MacOS 用 MT を利用している。画面上のチャート表示クライアント端末には各種ライブラリーにアクセスするための組み込みのエディタとコンパイラーが含まれており、投資家自身が指標やスクリプトを開発できる独自のスクリプト言語 MQL を実装している。 特にアルゴリズム取引の機能拡張性が重宝されている。ヤフーは MT の無料をオープンソースソフトウェアの開発に特化した大規模なグループを要している。MT4 は業者が自分のポジションを手動管理するスタンドアロンシステムとして運用するように設計されているが多数のサードパーティー開発者がポジションの自動ヘッジ用に他の金融取引システムと統合する。 ソフトウェアブリッジを作成している。2012年後半及び2013年をはじめから、開発元はソフトウェアのサードパーティープラグインを市場から撤廃を目的とした開発者や業者への警告活動を開始した。MT では新規注文及び決済注文の2種類を実行する。新規注文は、成りゆき、差し値、カウントダウン。 エクスチェンジのいずれかで実行できる。成りき注文は画面に表示された価格で実行され、価格は確定しているがボラティリティが高く要求価格が提供されない場合に良好な取引機会を見逃す可能性がある。差し値注文では投資家がに工程で実行できる。まず価格見積もりが要求された後、受け取り価格を使用して売買するかどうかを決定する。 受取価格の取引価値判断に数秒の余裕があるが他の注文よりも時間がかかる。MT4 は信用取引を主な対象としており、一部の証券会社は先決済取引を取引しているが、証券市場や為替先物先物取引分野では有用とみなされていない。MT5 は株式や商品取引所の商品も扱っており、MT4 と MT5 の両方で取引自動化のための独自指標と売買プログラムを作成できる。ありがとうございます。